去年の新作で配信されたやつ10本、アニメ5本、時代劇5本、シリアスなドラマ10本、笑えると思ったら結構考えさせられる10本。はい、上台です。今日は2023年版 Amazon プライムで週に1本ずつ見ていくべき映画50選、邦画版です。まあ、今回はですね、年明け一発目ということで、まあ、1年ですね、週50週あるので、1本ずつでもいいからですね、まあ、見ていってほしいなと思う、まあ、そういった映画をですね、まあ、紹介しようかなと思います。部門を5つに分けてます。まず2022年の新作映画ですね、まあ、早くも配信開始したやつですね、まあ、それをまあ10本で、アニメを5本で、時代劇を5本で、シリアスなドラマを10本と、まあ、コメディというわけではないんだけど、見てたら、まあ、結構楽しい感じなのかなと思ったら、意外とすごいっていう、まあ、そういった10本ですね。その、まあ、5つの部門で紹介していきます。まずは2022年劇場公開の新作映画10本です。こちらですね、探す、真夜中乙女戦争、前科者、ちょっと思い出しただけ、余命10年、女子高生に殺されたい、トンビ、シン・ウルトラマン、この子は邪悪、グッバイクレールワールド。まあ、特にまあ僕が推すのは、まあ、探すですね。まあ、片山晋三という方なんですけど、去年の、新作映画ベスト10をやった時に、まあ、僕は8位に、まあ、入れた映画なんですけど、パラサイトとかの、ポンジュの監督のところで、助監督をしてたっていう、まあ、ことがあって、まあ、かなりですね、まあ、韓国映画っぽい、雰囲気を持ちながら、だけど、ちゃんと日本映画っぽいところも出しながらっていうところで、そういった、まあ、経験とかも活かしながら、ちゃんと日本映画としてちゃんと成立させてる部分っていうのと、まあ、なのでその邦画としてやっぱかなり一歩レベルの高いことをしてるなっていう。次、アニメ5本ですね。漁港の肉子ちゃん、ドラゴンボールスーパーブロリー、ワンピースフィルム Z、天気の子、呪術廻戦0です。特にですね、呪術廻戦0ですね。とりあえず、ここを1本押そうかなと思います。最近のアニメ映画ですね、特に、集英社ジャンプの、そのアニメが映画化されるってなったら、まあ、異常なぐらい力が入るわけですよね。まあ、鬼滅の刃、無限列車編からですね、まあ、今年もそのワンピースフィルム、レッドですね。まあ、あって、まあ、めちゃくちゃなヒットをしてるわけです。100億円超えるのは、まあ、普通に行くよねぐらいの感じの、まあ、レベルになってしまってるわけですけど、まあ、その中でその呪術廻戦ゼロっていうのは、まあ、その、まあ、鬼滅の刃とかワンピースとかとは違うわけですね。ワンピースはもう、前提知識としてワンピース知らないと、見れなかったし、鬼滅の刃ももう完全に、物語の途中を映画化してるっていうのがあるんですけど、で、この呪術廻戦ゼロっていうのはそうじゃないんですね。本編の、まあ、前日短なんだけど、さらに言うと、これって、読み切り、短期集中連載で単行本1冊分だけの内容を映画化してるんですけど、もうこの1冊だけで話終わりなんですね。で、それがヒットしたっていうか、結構評判良かったから連載になったっていうのが、今ジャンプでやってる呪術廻戦なんですけど、この呪術廻戦ゼロでとりあえず終わりなんですよ、もともと。だからもうこれ1本で完結してるんですね。そのワンピースとかその鬼滅の刃とか、それ自体を楽しむためには、まあ、前提知識が絶対必要だったんだけど、この呪術廻戦はそうじゃないっていうこと、ちゃんと1本のアニメ映画としてちゃんと見れるっていう風になってる。原作ファンに向けたそのサービスとかあるんですけど、まあ、それも別に知ってようが知ってまいが、別に名前知らなくてもなんかいいっていうか、そういう風になってるんですね。で、まあ、うまくできてるなというか、まあ、すごくなんかギアがハマったんだなっていう風に、まあ、思うわけですね。だからこう呪術廻戦ゼロはその集英社が出してるそのすごいヒットするアニメ映画っていうものが大体どういうものなのかっていうのが、まあ、これ一本見ればどれぐらい力入ってるのかとか、その熱量っていうのはこれ一本で、まあ、全部感じられるようになってるんじゃないかなと思うので、まあ、すごくいい素材だと思うんですね。もうこれしかないから、これだけでもう OK っていう、まあ、状態になってるから、まあ、面白いわけですよね。だからそれプラス、その今その集英社がその本気を出してやってるそのアニメ映画っていうものの熱量っていうのがどれだけなのかっていうこと、それがまあ分からない人にも肌で感じられるようになってるっていうこと、だからそれがまあすごくいいんじゃないかなと思って。で、次、時代劇5本ですね。まず、丹下左膳夜話、百万両の壺で、右月物語、西角一大女、幕末太陽伝、東海道四谷怪談ですね。
まあ、特に丹下左前夜話百万両の都合ですね、あの山中貞夫っていう監督なんですけど、まあ、日中戦争に行ってあのそれこでまあ戦死してしまって、まあ、この監督があのいっぱい撮ってるんですけど、うん、あのもう現存するのが3本しかないっていう、まあ、その3本がアマゾンプライムで見れるんですよね。でもこの監督が戦死せずにもうあのずっと映画を撮り続けてたら、まあ、の日本映画のまあ歴史は絶対違ってただろうなっていうぐらい、まあ、すごくあのすごいものを作るんですけど、でこの丹下左前夜話は他の時代劇よりも全然面白いんですよね。やっぱあの群を抜いてあの面白い、本当にあの今でも全然通用する娯楽作になっているわけですね。だからめちゃくちゃ面白いんですよ。あの主演は続投したりとか別の人がやったりとか、まあ、いろんな形であの続いてるんですけど、この丹下左前夜話これが一番面白いんですね。本当に原点にして頂点というか、もう完全にあの超えられてないんですね。だからもうこれを見といてくれという感じですね。でこれが良かったらですね、この山中貞夫という監督 の映画ですね、3本あるんですけど、3本ともまあ見てほしいなと思います。次ですね、シリアスドラマ10本です。ドライブマイカー、アーク、私はカインになりたい、祈りの幕が降りるとき、そこのみにて光り輝く、なぎまち、茜色に焼かれる、検察側の罪に月子です。まずドライブマイカーですね、まあ、アカデミー賞、まあ、外国語賞を取ったわけですけど、まあ、それ あの出てたあの三浦透子さんですね、あの車を運転するあの人があの主演じゃないんですよ、まあ、その2番手ですね、助演女優として出てるのが一番最後の月子なんですけど、あの、まあ、ドライブマイカーで、まあそのまあ、注目が、まあ、ガッて集まったというのはあるんですけど、もともといろんなところであの役者として、まあ、そのシンガーソングライターが、まあ、多分一番メインだと思うんですけど、まあ、そこからその役者の仕事もやりながらっていう人なんですけど、そのいろんなことをやってきてるからなんですね。でそのいろんなことをやってるの その最たる例っていうのがこの月子なんですけど、その月子っていうのは、まあ、自閉症というか、まあ、障害を持ってる、まあ、女の子なんですよね。だからあのずっとなんかあーってなんかあの街中でこう叫ぶのをこう主人公がもうこうなだめながらこうなんか一緒に旅をするっていうような、まあ、そういった映画なんですね。だからドライブマイカーとかと全然あの真逆の演技をしてるんですね。そういうのをできるしやってきたんだなっていうのがあって、まあ、そういうのをこういろいろなことをやってきたから、あのドライブマイカーであそこであんまり表情を出さなくてもにじみ出てしまっているものっていうのがあって、なんかそういうところにやっぱつながっていくんだなっていうか、まあ去年もその、まあ、ドラマでエルピスっていうのも、まあ、出てたりとかですね、まあそういったまあ話題作とかにもまあ出てるわけですけど、まあずっとやってきたからこそだなっていう、まあそういったものをまあ感じられるっていうのがあって、まあドライブ・マイ・カーと月子ですね、それをまあ2つまあ見るとですね、三浦透子さんのまあ凄さっていうのがまあ分かるんじゃないかなと思います。そしてですね、まあ、私は貝になりたいと祈りの幕が降りるとき、これ同じ監督なんですけど、まあその TBS 関係 の、まあそのドラマとかを撮ってる人なのかなと感じなんですけど、まあなのでやっぱすごいこうテレビドラマっぽい、あのなんかすごい分かりやすいっていうか、オーバーな演技みたいな、なんかそういった雰囲気があるんですよね。まあその私は貝になりたいは戦争映画だし、で祈りの幕が降りるときっていうのはその新参者っていう、まあそのドラマシリーズのまあ完結編みたいな感じだったんですね。まあ僕全然そんなこと知らずにまあ見始めたんですけど、まあそれでも全然見れるんですけど、まあこの2つの共通点なんですけど、分かりやすすぎるぐらい分かりやすい演技をまあずっと続いていって、どうなんだろうなと思いながら見てたんですけど、まあ原作があってその物語の中でまあここだっていうところ、この1点だけは本当に映画的なあの表現っていうか、あのまあなんか正義というか、もう絶対になんか妥協しないぞみたいな、あのそういったなんか意志を感じられるぐらいですね、すごいシーンになっていくわけですね。まあ、他にもまあその底のみにて光り輝くに関しては津田正樹ベストアクトっていう、まあ僕は思ってるんですけど、やっぱりあの人はやっぱあの田舎のヤンキーみたいなものをやらせると本当いいなっていうぐらいですね、めちゃくちゃ映えるんですね。そこがまあ特に良かったかなと思います。でまあこれ1月7日配信なんですけど、あの茜色に焼かれるですね、あのコロナになって多分真っ先に出た映画これなんじゃないかなっていうぐらい、母子家庭とか貧困っていうものもあの合わせながらですね、あの日本 あの一番こうなんていうかな、悪いっていうか、あのそういったものがこう凝縮されている一本なんですね。だからより多くの日本人にこういうのは見てほしいなと思うので、まあ、Amazon プライムにあの入るというのはですね、まあ、すごくいいことなんじゃないかなと思います。最後10本ですね、まあ、結構軽い気持ちで見れる、まあ、面白いなんかコメディとまでいかないけどっていうかな、まあ、そういったものなんだけど、なんか後半ではあこれすごいぞって思わせるような10本ですね。奥をホテルローヤル、100円の恋、愛がなんだ、老後の資金がありません、クレナズメ、
殺さない彼と死なない彼女、映像権には手を出すな、総理の夫で、まあ一番最後、まあこれはもうどこに入れていいか分かんなかったんで、とりあえず、一個だけ枠が空いてたんで、ここに入れました。僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリーオブ、欅坂46ですね。まあ、欅坂46、これはですね、まあ本当に見るエナジードリンクというか、いわゆるアイドルとは全く違うことをやってるんですけど、まあそのテレビなんなり、そのメディアで、もう第一線に出てるアイドル、まあそこに選ばれるっていうこと自体は、まあもちろんすごいことで、まあいろんなことがあるんだろうということ、まあ他にはないからこそ、まあ自分たちで作っていくしかないんだけど、だけど本当にずっと手探りでやっていく。まあもちろんその秋元康さんが、まあ出してくるものっていうので、やっぱその方向性って変わっていくと思うんだけど、だけどやっぱりそれを形にして表現していくのはメンバーだからっていうことが、まああるわけですね。まあいろいろあるわけですよ。まあ言いたいこととかは、まああるんですけど、言い出したらちょっとキリがないんで、まあやめますけど、見るエナジードリンクとして、すごく、いいんじゃないかなと思います。で、他にはですね、まあ、奥王ですね。奥王は、まあ、そのお金とは何かっていう、まあ、そういった、まあ、話なんですけど、まあ、藤原竜也さん出てくるんですけど、その藤原竜也さんの、その役どころっていうのが、こういう藤原竜也が見たかったっていう、まあ、その潜在的な、その思いみたいなものが、こう、形になってくれてるような、すごい、キャラなんですよね。それを見るだけでも、この映画は価値があるなと思います。そして100円の恋ですね。まあ、これはその主演のまあ安藤サクラさんの、まあ、その役者としてのその演技の幅っていうのが、こうなんか全部詰まってるなというか、最初そのクソニートから始まるんですけど、本当にごくつぶしとして、まあ、その家に居続けるような、そういったキャラとして始まるんですけど、まあ、そこのまあリアリティがありながら、でそのボクシングを始めていって、本当にボクサーの顔になっていくっていう、まあ、それをこう2時間の中でこう変化をずっと見せていくわけですけど、こう本当に自然に本物感が出てくるっていう、安藤サクラさんの凄さっていうのが堪能できるという、まあ、そういった一本ですね。そして老後の資金がありませんですね。まあ、ポスターがまあ明らかにこれだし、予告がもう本当に、あ、これはちょっとなっていうぐらいですね。まあコメディなんですけど、僕もその映画館でまあ何回もこの予告を見てて、まあ、これはさすがにいいわと思って、まあ、スルーしてたんですよね。スルーしてたけど、やっぱり印象がやっぱ強いからですね、頭の中には残ってるわけですね。去年これ Amazon プライムに、まあ、入ってきたんで、じゃあ見てみようかなと思ったらですね、やっぱりコメディしすぎてるなっていうところあるんですけど、だけどコメディのその空間に慣れるっていうのとは違うんだけど、なんかだんだんその、まあ、入っていくというか、まあ、その老後の資金がありません、老後2000万問題ですね。まあその一つ一つその庶民のまあ生活っていうものがまあ結構リアルであるし、その最後の着地点っていうのがめちゃくちゃいいんですね。コメディしてるところとかっていうのはまあちょっとまあ古いっていうか、まあ平成っぽいやっぱそのノリなんですけど、最後の方ですね、結構なんか今っぽいなんか着地点になってて、なんかすごくいいなと思うんですね。まあその今の日本の現状とかっていうのはもうこれぐらいまあ笑える話にしないとなんか描けないっていうか、まあまあさっき言ったその茜色に焼かれるですね。まああれこそ本当にシリアスに今の日本の現状っていうか、まあ本当こういう人たちってたくさんいるっていうか、まあ日本ではその一億総中流っていうものを目指してやってたんだけど、だけどその中流になれない人たちって今確実に中流の人より多いので、まあその現状っていうのをもう笑いに変えないともう描けないよねっていうぐらい、まあこれはもうあくまでも僕の考えなんですけど、まあまあ全体的にやっぱふざけ倒してるんですけど、まあ、ふざけ倒してるそのギャグがその見てる人を笑わせようっていう風にしてるんじゃなくて、もう笑うしかないんだっていうこと、まあ無理やりにでも笑うしかないんだこの状況はっていう風にしかまあ見えなくなってくるし、まあそういう風にもしかしたら描いてるんじゃないかなと思うんですね。このギャグが本気で人を笑わせるためのギャグっていう風なギャグをやってないんだろうなっていう風に思ってて、まあそれが一番最後のまあその主人公夫婦がどういう生き方を選択するのかっていうか、その答えを出した時の現代的な答えっていうのが、そこまで見てそれまでのギャグっていうのはもう古いもんなんだっていう、まあ、自覚した上でやってたんだなっていうふうにまあ思うので、実はすごく頭が切れた人が作ったものなんだなっていうのを、まあ、最後になってわかるっていうふうにまあ思うわけですね。だからこれは結構すごいことをしてるんですね。ということで、すごい、これは特におすすめです。
ということで2023年版 Amazon プライムで週に1本ずつ見ていくべき映画50選で邦画版ですね、2022年と去年の新作で配信されたやつ10本と、アニメ5本と時代劇5本でシリアスなドラマ10本と、笑えると思ったら結構考えさせられる10本ということで、まあ、50本ですね、まあ、現状まあ2023年1月の時点ではまあこれは全部見れるはずです、まあ、ただですねまあ、予告もなくですね、まあ、見れなくなるとかですね、まあ、月末にはなくなりますよというふうになって、まあ、消える可能性もまああるわけですね、まあ、だからそういった時はですね、まあ、その新しく配信されたもので興味のあるものを見ていけばいいかなと、まあ、思います。でですね、まあ、明日に関しては、まあ、これの洋画版ですね、まあ、韓国とか中国とか入ってくるんですけど、まあ、その日本以外の邦画以外の映画でまあ50選ですねさらにまあやるので、まあ、その中でまあ、他にこっちでもなんか面白いものあるかなみたいな感じで見てもらえたらですね、まあ、いいのではないかと思います、ということで今日はこんな感じで終わろうかなと思います、チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。でこの後僕が作った自主制作映画の映像が流れます。今年3月15日にですね、ラブソングに捧げられた恋人たちネクストチャプターですね、全編無料公開、YouTube 上でやります、まあ、それの予告編90秒とでネクストチャプターなので続編なので前作があります、ラブソングに捧げられた恋人たちですね、通常版やディレクターズカット版結構バラバラに出しちゃったやつをですね、この続編のためにですね全部一つにギュッとまとめたやつがあります、まあ、それのダイジェストの1分間の動画も流れます。それに関してはもう公開してあるので概要欄にリンク貼ってます。なので最後まで見ていただいてですね、お時間ある方や興味を持った方はですね見ていただければなと思います。ということで終わります。